がまともな教育を受ける環境と、そのようなことを主張するために地方民族協議会並びに友好団体が集まり皆さんに訴えております。お騒がせして申し訳ありませんが、しばらくは我々の教に耳を傾けていただければと思います。日本の教育は様々な問題があり、その授業内容や子どもたちがどんな内容で授業を受けているか、どんな問題なのもありますか。今回は今の手話教育の大きな看板が立てられており、まるでクラップ島からスクールバスが出発しているようです。この問題の改善を田川市役所に申し入れましたが、全市長が決めたことだと公務員たちは労作をする始末です。きっちりと責任を取る公務員はいないのです。先日の田川市長選挙の後もまだ任期を残しているのに、前の市長だけでなく副市長までもが勝手にふてくされ辞職する始末です。こんなことで子どもたちに大人の背中は見せられません。無責任で自分勝手で自分が得しないことは何もやらず、金儲けと権力、もとい金儲けと権力維持のため団結して悪知恵を働かせるという恥ずかしさで子どもたちに何を見せるか、それは真面目に働く大人の姿です。真面目に社会のために働いている大人の姿です。